始まりました。一体感マイ FC、 岩本恵美香と彦師匠です。はい、よろしくお願いします。いや、山口戦よかった、おめでとうございます。いや、勝てました。いや、今日収録まで、3連敗してて山口戦で勝ったじゃないですか。はい、これ4連敗からの収録だったらもうちょっときつかったんですけど勝ってからの収録なんでもう最高ですね。はい、よかったです。はい、いや、本当このオンエアは4月4日なんですけど、はい、もう町田戦が終わってるんです。お、終わった状態か。そうなんです。じゃあハッピーに取っていいやつですね。はい、町田戦も私は勝ってると思うので、まあ勝ちます。はい、はい、今日は楽しくやりましょう。はい、はい、お願いします。お願いします。では早速ゲストを紹介お願いします。今日のゲストはこの方です。どうぞ。魚魚魚え魚を食べると、自己紹介していいですか。はい、お願いします14番魚里奈です。よろしくお願いします。はい、お願いします。魚里選手、はい、いや、私あの衝撃だったのが練習試合の時に魚って呼ばれてませんかみんな魚って呼びます。本当に試合中も呼びます？呼びます、うん、それはなんでですか？いや、鳥取時代に須藤さんとやってて、はい、そうなの？そうえ、知らないの？そうだったの？え、そうやで、そうやで、知らなかった本当に知らなかった。で、鳥取時代からもう魚って言われてたんで。あ、そうなんだ。まあ、その延長線上というか。なるほど。じゃあもう須藤監督は呼び慣れてるんですね。そうっす。あとコーチの清家良樹も鳥取でやってて。ああ、やってるんだ一緒に。初知り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 。本当に初知り。そう。同じ。じゃあもう初知りだったら皆さん初知りなんで。そうですね、はい。確かに。よかったです。はい。はい、ちなみに同級生で同い年で。あ、そうなんですね。ここは、はい。俺は魚くんって呼んでます。あ、同級生だとくん付け。どう？周りが分かんない。ミッチーも。さかなクン一目置かれてるんだ。何の何のえ、じゃあせっかくならさかなクンで浸透させましょう。はい、はいはい、私も今回さかなクンと呼ばせていただきます。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。それでは改めましてさかなクンにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、ではまずはサッカーを始めたきっかけを教えてください。きっかけはまあ小2ぐらいの時に親に何かスポーツやったらって言われてで、野球かサッカーどっちかにしようと思って、まあ野球見に行ったんですけど少年団で、はい、なんかデッドボール痛そうやなと思ってで、あ、もう野球は嫌やってなってサッカーにしました。サッカーも結構ボール当たりません？いや、でもデッドボールがその時の怖いなと思って、ね、そうそう、硬いし。でももしかしたら今サッカー選手じゃなかったかもしれないっていうこともあったんですね。ボールが柔らかかったら野球やったかもしれないですね。なるほど。野球だったら今話題のあの大会に出てたかもしれないしね。そうやな、ね、そうやこれも違うよこれもいいな。確かに大谷選手のには驚きましたね。なるほど、はい、じゃあ小学校2年生の頃から。そうですね、はい。で、それで始めて最初から今のポジションとかでした？まあ一通り、まあ誰でもやってると思うんですけど、今までやってる人はまあ一通りやって、まあ高校ぐらいからまあ今のポジションですね、サイドの、はい。それはなんでですか？いや、まず真ん中できないんだと、はい、なんかいちいち受け狙う癖あるんですよ本当に。関西人まず真ん中できないんで、はい、僕サイズしかできないんでそうなりました。なるほど。できるでしょ。いや、できんできん俺でギリできてないけどやってるから。いや、できてるできてる。いや、できてますよ。頼りできてるよ。頼れるキャプテン。足が速いんですよ。とにかく足が速い。思いました。練習試合の時にちょうど私が見てた目の前をボール持った瞬間にスピード上がって、うん、ですよね。そのタイプなんですよ。
なるほど。いや、魚って呼ばれてるだけあるわと思って見てたんだ。あるわあるわあるわって本当に足が速くて、はい、なんか強い走りっていうよりかもう、うん、F1 みたいにフィューンっていくみたいな、はい、最初からそうでしたね。だからこそそのサイドが適正なのかなっていうのも、うん、そうと思います。思いました。まあ、同級生にこんなこと言うのもあれだけどちょっと違うけどいつも後輩が来るからゲストで、そうなん、基本的にはこうね、なんかちょっとサッカーのプレーとか言ったりする。あ、なんか同級生に言うのなんか変な感じするなめちゃくちゃ褒めてますもんね今のところね。大好きだよね。大好きの雰囲気ってその入団前と入団後で変わりました？いや、特にこんな感じですか？変わらないですけど、なんか大体皆さんその練習がすごいハードだとか最初は先輩が怖そうみたいな感じで言うんですけど、いや 怖い先輩はまあ一人もいないですけど、あんまりいないしね先輩自体ね。そう、先輩も少ないし、まあ、練習はハードでしたけどえ、須藤さん、ま、あの鳥取時代もこんな感じの練習なの？いや、こんなきつかったイメージないけど、うん、今はやっぱ今はちょっと鳥取時代よりかは練習ハードかなと思いますでもハードだったらやばいそうそうそれについてってますもんね。まあギリ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 